はい、今回もヒーローモードやっていきたいと思います。ほんでね、結構進めてあるんで、みんなが見てない間にね。だからもうサイト6まで行っちゃいました。ちょっとサイト6になんか強い反応、まあこの感じだとボスなんだけど、多分ボス戦なんで、ちょっとヒーロー装備がを強化したいんですけど、ちょっとね、結構どれを選んだらいいかわかんないんだよね。どれもいいからさ、まあインクタンクとりあえず増やしといて、うん、これ解除できる。スプラッシュボーム強化しよう。小邪気強化いいな。小邪気はね、強化しといた方がいいよ。本当に小邪気強いから、本当に。で、強化ポイントなんだけど、塗ったら強化ポイントが溜まっていくんだよ。だからこうやって塗ることも大事なんだよね、たまには。そしたらね、強化ポイントのゲージが少しずつ上がっていくんですよ。まあとりあえずサイト6に行って、どこに行こう。ここでいいか。イエーイ、めちゃくちゃ飛ぶよ、サイト6だから。でボス戦なんだけど、あそこにね、マークがあるから、あそこに向かいたいんだよ。そして、まずここに登って、ここのライドレールをつないで、この上にね、ボス戦へとつながる夜間があるんだよ、多分。ほら、あった。ボス戦の夜間は多分これなんだよね、このでかいやつ。ほんでね、この蓋みたいなやつを取った時の音がいやらしいんだよ。なんか、明らかにボスみたいな音でドーンドーンドーンってさ、ちょっと怖いんだよね。2600、それは嬉しいな。ぜひとも欲しいです。いや、あれ、万太郎じゃん、見えてるって。当たり目元指令かもしれない。それはないね。だって、あっちから見ても万太郎ってわかるぐらいでかかったもん。ほら、万太郎じゃん、やっぱり。誰でも知ってるよ、万太郎なんて。本当は戦いたくないけど、バンカロのためにって。戦いたくないなら戦わないでいいじゃん。仲間になってくれよ。なんか見覚えあるな、ちょっと。なんだこれ。なんか見覚えがあるような、ないとか。これ絶対なんかあるよね、他のゲームで。絶対あるよね、なんか。なんかそんな気しかしないんだけど。そんな気ってか、なんかそんな、似てる感じがする、あれと。こいつずっと潜り続けてんだ。というか、インクに。インクに潜りながら塗れるって。これね、マーキング機能があってね、赤色のやつでね、わかるんだよ。こいつだな。こいつだ。いて！ボムでやられた！クソ、あとちょっとだったのに。止まってると狙い撃ちにされ、常に移動して、塗りを確保する。じゃあ、カーリングボムが最適だな。こっちだな、やっぱ。こっちじゃない。こいつ。いや、こいつだ。よし。はっ。いやー、やっぱマーキング機能はいいね。万太郎、この中で一番弱いんじゃないかな。そんな気がする。このままをじゃあ終われないんで。こいつ、魂出てないんだよね、なんか。風花と打つ方は、やられた時に魂が出て回復するんだけど。こいつはなぜか、なんかバーンってやられる。ってことは、こいつは確実に生きてるってことか。オッケー、マイキング機能いいな。
あら、まずやばい、トリプルトルネードだ。破壊結構来るな。カーリングボムの、カーリングボムあってよかった。なんだこれ、弓矢のやつか。なんかすごい動きしてきてる。塗りを確保しないと。結構本物はどいつだ。こんなの中に本物はいない。どこだ本物。それはこいつ倒して、本物がいなくなった。待て、逃げろ。まずい、本物が見当たらないぞ。マーキング機能、ちょっとな、距離がな、結構遠くにいるってことか。完全に塗られてるからな、もう場所がわかんねえんだよな、ほぼほぼ。こいつなんだ。違う違う違う、とにかくもう破壊していけ、すべてを破壊せよ。でけえこいつ。なんか今赤いの見えたぞ。本物かあれが。こいつ違う。どこだ、あとこいつか。こっちもいる。やばいやばい、なんか来てる。もういない、他にこいつ以外いないな。あ、割れるんだ。ちょちょちょ、見たいじゃん、見せてくれよ。いいってそれ、破壊できるんだから。本当に魚みたいに跳ねるなこいつ。バタバタバタ、完全にオレンジ魚になっちゃった。こっから見てももう分かんないよ、どこにいるのか。いや分かるか、よくやったじゃないんだよな。でもね、2とス2ラスボス以外のボス含めたら4体だから、これで4体目なんだよね。次ラスボスってことか。なかなか早いな。わわわわわわじゃないんだよな。そんなわわわわわわわとか言われてもな、困るんだけど。なんで風花の時はあのジャンプポイントがあるんだろう。じいちゃんじゃない、なんだよじいちゃん。なんかすごい終わり方したな。てれてれてってれてれて、イーコニウム3個は嬉しいな。ふぅー、そしてどうなるんだ。あとね、もう一個楽しみなのがね、小焼き強化ってやつなんだよね。あ、当たり目。クマさん、高い場所、高い場所ってあそこしかないじゃん、やっぱ。絶対あそこだ、やばげ。高いところやっぱあのロケットしかないよね絶対。なんか小崎がめっちゃ焦ってる。やばいやばいやばい、小崎がめっちゃ焦ってる。めっちゃなんか肥料をバタバタさせてる。なんかどっか行っちゃった。なんかめっちゃ急いで、あ、ジャンプした。なんなんだ今の小鮭。小鮭が今狂ってた。やばい、小鮭がラスボスかもしんない。やばいな、よくないです。話しかけてみるか、万全にしておこう。マップも回ってきた。どのステージに行こう。このステージに行くか。イエーイ、このステージで終わりましょう。今回は鍵を探してゴールしましょう。追い求めていただいた暮らしの正解がここに。本当にそうなのかな、わかんないな。トゥ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 、
報酬が高いやつがいいな。スプラスコープ。報酬高い。とても。おお、スコープだな、本当に。そんな射程長くない。いないな。射程は長い。短いと思ったけど、普通に長かった。うん、ギリギリ当たんないな。こっちから追い詰めればいいんじゃないかな。網の上移動できないでしょ。ボムで、おい、痛い痛い痛い。鍵探してって言われてんのに、いくらかよ、残念だな。こっちに跡があるぞ。怪しいな。いる。いるぞ。はっ！いや、今の完全に当たってたでしょ。この網から攻撃できない。あんなところにいる。もうここは移動しちゃったのか。がむしゃらに撃ってればなんか当たんないかな。ボム、ボムボムで当たんない。ボムボムさん頑張って。ちょ、ボムボムさん、ボムボム倒せた。プラスコープむずいな。おお、倒した。一体でこれってことはめちゃくちゃむずいのかな。ステージ自体はそんな広くなさそうだな。オッケー、木箱壊してここに登りたい。オッケー。タコラはどこにいるんだ？あのボムのボム投げマン。いた。なんか今黄色いヘルメットで見えたんだけど。動くな。動くんじゃない。こいつ気づくの早いな。何事もなかったらそこでとどまり続けるのかな。上からちょっと見てみまーす。一回。鍵は4個も必要なのか。まだ1個なんだもんね。お、倒した。ラッキー。相手の死角に行って倒した。あと2個ね。でももう1体いたよね。あいつが持ってんのかな。あ、持ってた。ナーイス。あと1個か。あと1個どこだ？全くわかんねえんだけど。この中央の広場ではなさそう。この、ここら辺かな。いるな。普通にのんびりしてるな。一体目撃破。多分あいつが鍵を持ってんだな。ちょっと上に追い詰めてみるか。どんな動きをするんだい？おー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 おお。止まってくれよー。止まってくれよー。ナイスー。止まってくれよーで倒した。意外とすぐ集まったな。むずいとか言ってた自分がおかしく見えてきた。いくら1個？残念。
イクラ5個。どんどん増えてる。おお、なんかイクラがすごいことになってる。なんだこれ。10個もあったんだ。で、最後に B イクラ。25個。明らかに多いな。そんなに、めちゃくちゃ持ってるんだけどね。7061。てれててててれててれてれてててて。イエーイ。じゃあ今回はこのぐらいで終わると思います。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録高評価お願いします。ではさようなら。あれ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。じゃあさようなら、またねー。